皆さんこんばんは。はじめの一歩ちゃんのチャンネルへようこそ。本日の動画は最新話の感想になりますので、ネタバレ禁止の方やまだ最新話を読んでいない方はご注意の上ご視聴していただくことをお勧めします。今週の最新話はギャグだけの回になっていましたね。シリアスな展開が続いた後、こういった箸休め的な回も挟んでくれているからこそ、はじめの一歩をずっと楽しく読んでいけるんですよね。それにしてもメキシコのお土産って仮面しかないんですかね。今回のギャグ回の中で野生の勘がどれほど大事だったのかということを、リカルド VS ウォーリー戦の感想として高村が話していましたよね。はじめの一歩の世界で強くなるためには野生と科学が大切だということを再認識させられる描写になっていて、世界チャンピオンを目指すため、そして強くなるためには野生という要素はやはり欠かせないものなのだと感じ取れますよね。木村と青木、そして自分自身にも負荷を与え、マスクを反対にかぶって視界を奪うという何ともシュールな絵になっていましたが、もしかすると青木か木村、そのどちらかの野生が芽生え、少しだけ覚醒するなんてお話があるのかもしれませんね。まあ可能性は低そうですが。少しウォーリー VS リカルド戦の話に戻りますが、試合前仙道が話した、ウォーリーには何としても勝ちたいという気概が見えない、殺意が足りないんだと話していました。その言葉に対し返すように一歩は、ありのまま戦うウォーリーが一番強いんだと話していましたよね。その言葉通り、自由にありのままで戦うウォーリーは強く、実際に一瞬だけでしたが、リカルドと肩を並べる高さにまでたどり着くことができていました。その展開を考えると、過去に暴力性を身につけた一歩がそのままリングに上がると強くなるのかという板垣のセリフとともに、ファンの中でもその話がたびたび議論されていました。殺気がないまま自由に戦うウォーリーが孤高の位置にまで上り詰めることができたことを思うと、暴力性という部分はそこまで重要なものではないのかもしれません。一歩自身、優しいあの姿のままでボクシングに対する思いや勝ちたいと思う気持ち、その部分を見つめ直した後、復帰へと進んでいくものだと私は考えています。やはり一歩には優しいままでリカルドと同じ立ち位置まで上り詰めてほしいっていう私個人の感情ですけどね。それにしても今回のような久美ちゃんや高村を交えたギャグ回を見ていると、これぞ初めの一歩って感じがしてほのぼのさせられましたよね。こういう面白回があって、またシリアスな展開へと向かっていくのが初めの一歩の良さだと私は思っています。他にも同じ意見の方っているんですかね。そんなんいいから早く展開進めろなんて声もありそうですが、次回は救済になるので、もしかすると再来週には新しい試合が決定し、胸熱展開が待っているのかもしれません。私と共にワクワクしながらその時を待ちましょうね。皆さんの好きなギャグ回なんかありましたら、ぜひコメント欄へ書き込んでいってくださいね。ちなみに私は腕相撲回が大好きです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でもお待ちしています。ではまた。バイバイ。